アグレミーナ浜松十三番山本正則選手です。お疲れ様でした。お疲れ様です。今日はフラストレーションがたまる展開が続いていたと思いますが、そんな中、後半チームの流れを変えたネットに突き刺すような同点ゴールでした。山本選手にとってはフルス相手のゴールとなりましたが、今の気持ちをお聞かせください。うんやっぱりフルスなんで、 やる気出してやろうと思ってたんでで先に1点取られてチームの雰囲気も悪かったので後半なんとか巻き返したいなと思いで入っていって同点ゴール決めれたのでま良、あ、かったんですけどもう1点取ってやっぱり勝ちに繋げたかったですありがとうございます次節もホームでシュライカー大阪と対戦となりますすぐに次の試合が控えておりますが次節に向けての意気込みをお願いします やっぱり大阪強い相手なんででもやっぱ見に来てくれるお客さんのためにもいい試合をして勝ちを見せたいのでまあ次週も頑張ってやりたいと思います頑張ってくださいアグレミーの浜松13番山本正則選手でしたありがとうございました